今回は、誰が何と言おうが人は〇〇歳に対する旅人たちの反応集を見ていきましょう。フータオ、カッコ16、フリーナ、カッコ14、ジン、カッコ35、誰が何と言おうがこの年齢で議論を終わらせる、我が終わらせるのだ。わよはネタじゃなく本当に30とかそんなもんでしょ。ジンは20代ってどこかでほのめかしあった気がする。サザエさん方式にしたいから年齢ははっきりさせないのかね。6000歳とか500歳は桁が違うから1年を重ねても誤差レベルになってるのかな。国勢は優秀なの考慮しても地位的には40は過ぎてる。ジンさんは29。味噌汁は超えてない。年齢設定したら地獄よ。ストリートファイターのチュンリーなんか還暦だぞ。ミホヨ的には誕生日設定したのすら失敗だったと思ってるはず。ジンは20前半の旦那のちょい下だから新入社員くらいの年齢で管理職だよ。ジンはエロい体つきしてるだけで、旦那より若いんだよな。20とか21くらいか。大体年齢判明してるディルックのことを先輩呼びするんだから素直に21以下じゃないか。28、32くらいじゃない。ジンは787通りの解釈だな。モナからも星座について若すぎる責任がどうって言われてるし。ジンは普通にアラサーぐらいのイメージ。国星はなんか散々言われすぎて34ぐらいで違和感なくなったわ。いっそ神の目持ちは年を取らないみたいな設定にすべきでは。原神開発チームの初期メンバーに君がいれば完璧だった。いかがでしたか？このチャンネルでは原神反応集を中心に夕方5時半、かっこ最近は不定期に投稿予定ですので、よかったら高評価やコメントしてくれるとうプ主のモチベーションにつながるのでありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。